テグス結びテグス結びとは、紐の端と端をつなげる結び方の一つ。名前は、釣り糸のテグスに由来する。漁夫つなぎ、イギリス人つなぎ、イギリス船つなぎ、愛引き結び、ウォーターノットなど様々な別称がある。ただし、ウォーターノットという名称は別の結び目にも使われることがある。テグス結びは、以下のようにして結ぶ。2本の紐の端を平行に重ね、 片方の端がもう片方の紐を巻き込むように、止め結びする。もう片方の紐についても、同様に止め結びをする。紐を引いて二つの結び目が一つになるように整える。ただし、ステップ2が終わった時点で二つの止め結びの同端の、内片方は上側に、片方は下側に出てくるようにする。こうしておかないと結び目の強度が落ちてしまう。まさしく結ばれていれば、ステップ三で、 結び目が綺麗に揃い、二つの銅端が直線状になる。手ぐす結びには、銅端を交差させて結ぶ、別の方法もある。また、手ぐす結びを施した後さらに二つの銅端にそれぞれ、止め結びを施して銅端が抜けないようにすると強度を高めることができる。適切に結ばれていれば強度は高く、本結びと違って太さの異なるロープの連結にも使える。 ただしロープの直径が大きいと扱いにくいため、船乗りには好まれない。船舶を栄光するためのロープを結びつけるときや、クライミングの懸垂効果の際の捨て縄を結ぶときに使われる。ただしそういった高い信頼性を求められる場面では、より強度の高い二重手ぐす結びを使う方が好ましいとされる。このほか、額縁を壁面にかけるための紐を結ぶためにも使われる。 ありがとうございます。